こんばんは、ハレリア。アメン。こんばんは、ハレリア。アメン。11月16日、木曜日。夜の伝道放送です。こんばんは、ハレリア。今日はなんとか放送ができてますね。もう、毎日毎日ですね。放送事故がありまして。今日もできるかどうか心配でしたけど。 まあ今のところはできておりますね。今のところはできております。はい。えっ、ー、と、そうですね。皆さん、お元気ですかえー、はい。中響く。なんか響きますね。はい。えっ、ー、とですね、今日もですね、今日も天国についての話をします。 えー、しばらくですね、天国シリーズですね。えー、しばらく天国シリーズで、えー、天国の話が続くと思いますので、よろしくお願いします。えー、この放送は天国に一番近い放送ですね。はい、アメンアメン天国に釣られてあ、タイトルに釣られてきました。アメンはい、ヤオコさん、ヨシオさん、こんばんは。アメン 今日はですね、ちょっと BGM がないんです。ちょっとね、NLE がまだ調子が悪くてですね。ちょっと BGM がちょっと使えない状況ですね。BGM ちょっと使えません。はい。えー、っと、なかなかこう、ちゃんとできないというところですかね。はい。えー、今日はですね、 えー、昨日と違って、天国の真実、えー、天国の真実という,う、えー、本を読みます、えー。今日も心を清めに来ました。アメン今日も電動放送を聞きに来ました。アメン はい。それではですね、実際にちょっと読みたいと思います。ルゴさんこんばんは。ハレリア、ルゴさん、こんばんは。はい。それではですね、BGM ない方がいいまあ、BGM ない方がこ、こういうの読むときは BGM ない方がいいかもしれませんね。はい。それではですね、今日はですね、ウクライナ。ウクライナ。ウクライナのオマリさん。 の話ですね、えー、ウクライナのオマリさんの話ちょっと読みますね、えー、内務省警察官ボリスへのインタビューウクライナ共和国1998年もう20年ぐらい前ですけどね20年ぐらい前、えー、それではですね、えー、皆さんにご紹介したいと思いますボリス・ピリチャック氏36歳です ボリスさんどうぞご自身のことを私たちにお話しください私はウクライナの警察署に勤務する警察官です私はアフガニスタンでの戦争にも参加しました私は結婚していて3人の子供がいますボリスさんあなたに起きたことをお話しください 主が私を蘇らせてくださった次第をお話しします。1998年7月27日、私は仕事を終えて、私の村に帰りました。私に説明できないことが起こりました。私は体が完全に麻痺し、意識を失ったのです。私の妻の説明によると、私は意識を失った後、 すぐに病院に運ばれ集中治療室に入れられたそうです診断の結果は脳出血でした私は昏睡状態のままそこに数日いました私はケルミスキー地区の集中治療室に移されました医師たちは私を助けようと手を尽くして尽くし続けてくれました ところが私は心臓発作を起こしそのため私の生き延びるチャンスは少なくなりましたボリスさん医師たちがあなたの死を確認した時すぐに奥さんが呼ばれたのですかはいそうです呼ばれたのは彼女だけではありません私の同僚たちが15分から20分おきに私の健康状態のことで病院に電話をかけていました 彼らは私がすでに亡くなったと告げられました既にお金は集められており、えー、缶も、えー、缶桶も注文されており棺つも注文されており私の葬儀のための準備はすべて整,整っていました健康な、えー、警察官のような人が突然死んだことでみんなをびっくりさせたのではないかと思います あなたが死んだ時奥さんはあなたと一緒にいたのですかはい彼女は一緒にいましたしかし彼女は部屋に入ることは許されませんでした後で妻が私に話してくれたことですが彼女は私が助かるように神に祈り続けていたそうです医師たちが私の命を助けようと懸命に手を尽くし始めた頃私の妻はマリオ・ボル マリオポロににいるニコライ牧師に電話をかけました私の命を助けようと懸命にあごめんなさい私の妻は彼に事情を伝え私のために祈ってくれるように求めました彼が祈っていると神は彼にこの事態は死に至るのではなく神の栄光に至ることになると語られました。 マリオボルの町の信者たちも皆祈ってくれました医師たちが私の妻に私の死を知らせましたそれから2時間後彼女は担架に載せられた私の死体に付き添って死体保管室の入り口まで行くことが許可されましたボリス氏の死は医師たちによりまた彼の体につけられた 医療装置によっても確認されましたポリスさんどのように感じたのか教えてくださいあなたは何を見たのですか私に意識があるような感じでした私は自分自身の目で見始めたのです私の霊が私から出て私の体を見ました白衣を着た医師たちが 私の周りに集ままっていました。私の体に多くの装置がついていました医師たちは私を安定した状態にしようと努めていました彼らは辺りを駆け回って全力を尽くしていましたが全く無駄でしたそれから私は天へ登り始めました地球がどんどん小さくなっていきました それはとても小さくなり完全に見えなくなりました。その間ずっと私の耳にはヒューという音が聞こえていました。私は驚くべき場所に行き着きました。そこはとても明るく照らされていて私は心地よさを感じ始めました。輝いている金の階段が見えました。 それはかなりの幅の広い階段でしたその階段の両側に金の手すりがありそれに沿って下からてっぺんまで白い服を着て金のベルトをつけた翼のある天使たちがいました彼らの髪は白く顔は稲光のように輝いていて目は二つのランタンのようでした 彼らの手と足は輝きのある銅片の色でした階段の周りと下に大勢の天使たちが立っていました彼らには翼がありませんでした天使たちは皆私にはわからない言語で賛美歌を歌っていましたしばらくして私は賛美歌の歌詞が理解できるようになりました 彼らはこう歌っていました。「主よあなたはすべての栄光と賛美にふさわしい方であられます」。「主よあなたは天と地をおつりになりました」。「あなたは私たちの賛美を受けるにふさわしい方であられます」。それからその階段の端に驚くべき光が見えました。 それはこの上もなく明るくて暖かく穏やかな喜びと平安に満ちた光でした。私は歓喜に満たされました。私がどのように感じたかは言葉では描写できません。私の喜びはますます大きくなり、私は限りない喜びを覚えました。その後、その光の方から一つの声が。 聞こえましたそれはこう告げました。我が子よ、私のもとに来なさい。あなたに示すことがあります。私はあなたを助けます。その大勢の天使たちの中から、2人の天使が私の後ろに歩み寄りました。1人は私の右に立ち、もう1人は私の左に立ちました。 私は自分の周囲360度を見ることができるかのようでした。私は完全に落ち着いており、とても平安でした。それから精霊が私を広大な平地に運ばれました。そこには非常に美しい白い馬が何頭も歩いていました。その平地の中央に立方体の形をした 大きな都がありました。私はそれに近づいていきました。私は足が地面に触れずに移動しました。まるで滑っているかのようでした。その天使たちが私を護衛していました。私がその都に近づけば近づくほど、自分が見るものによってますます喜びを経験しました。 様々な色の非常に高い城壁がいくつもありました。全部で12色ありました。それらは明るい光のように輝いていました。その都の土台が見えました。それは12の宝石でできていました。私は真珠の門を見ました。どの城壁にも3つの大きな真珠がありました。 私はそれを測りはしませんでしたが、一つの真珠は2メートル以上だったと思います。私は門を6つだけ見ました。私はその立方体の2つの側面を見ました。それから私は1つの門を通って、都の中に案内されました。そこを通り抜けるとき、2つの刻印が見えました。1つは門の 情報にあり、もう一つは門の下にありました。イスラエルの十二部族のうちの一つの名前が、門の情報に書かれていました。そして門の下には、一人の人の名前が書かれていました。残念なことに、私はどの門を通って、その新しいエルサレムの中に入ったのか覚えていません。私が門を通って、都の中に入ったとき、 簡単な思いでそこに立ちました。その都は金で作られていました。その金はとても清らかで、私はそれまでそれほどの輝きを一度も見たことがありませんでした。金の道、金の家々、金の扉など、どれも金でできていて清らかでした。 私は神の言葉の中でそんなことを読んだことがありましたが、それを想像することは、することもできませんでした。どうして硬い金属が透明のように見えるのか、想像することさえできませんでした。私はこの立派な金を見た以上、ぜひそれに触れてみたくなりました。私は上液に触れ、また 家々にも入り、あらゆるものを,を観察しました。私は都の中心部に近づいていきました。ある場所で梨の形をした実をならせている一本の大きな木を見ました。その実の大きさは普通の大きさの拳を二つ合わせたくらいでした。私はその木に近づくと、その木から実を取りたくなり、 それに手を伸ばしました。驚いたことに私の手は普通の手のようではなく透明でした。私がもう一つ身をもぎ取ろうとした時私の右側の少し後ろに立っていた天使が手を伸ばし私を静止しました。彼は指で合図して今はその身をもぎ取るべきではないことを私に知らせてくれました。 その天使の行為から私はどんな後悔も失望も受けることなくその木を後にしました。害してその都の中で私はどんな種類の不快感も無秩序さも一度も経験しませんでした。その木を後にしてから都の中央に驚くべき明るい光が見えました。非常に興味深いことに 私はその木々にも家々にも影を一つも見ませんでした。影は全く存在せず、どんな塔下も全く存在しませんでした。私は太陽を見ませんでしたし、光を発するどんな物体も見ませんでした。けれども、その光は驚くほどに明るく、しかも目にとても心地よいものでした。 それは、この上なく嬉しいことでした。私はその輝きの源を見たとき、頭を垂れました。そして、崩れ、崩れて、ひざまずくようにという圧倒的な促しを感じました。ところが、ひざまずかないうちに、こう告げる声が聞こえました。我が子よ。 今この時にあなたにとって必要なすべてのことを私はあなたに示してきました今からあなたは戻るべきです私の栄光と力と支配を述べ伝えるためあなたが見聞きしたすべてのことを述べ伝えるためにですそれから私は主に祈って嘆願し始め私がいるそのところに私をとどまらせて くださるように求めました私は「主よ私は戻りたくありません」と泣いていましたけれども主はこう言われました「あなたには妻と3人の子供がいますあなたは彼らのところに戻らなければなりませんまだあなたがここにいるべき時ではないからですそれから再び私は主に願い求めてこう言いました 主よ、私は戻りたくありません。私はあなたのもとにとどまらせてください。しかし主は私にこう言われました。我が子よ、乳和になり、自制心のあるものになりなさい。つぶやいてはいけません。帰りなさい。あなたは私の栄光を述べ伝えなければなりません。目の一また、一まばたきのうちに、 私は宇宙のとても長い距離を移動していました。私は地球が素早く接近するのを見ました。私が次に見た光景は病院のスタッフが死を担架に乗せて死体を保管室へ運んでいるところでした。情報から見るとその死体は布で覆われており、弱しだけが見えました。 その担架に付き添って涙を流している私の妻が見えました。その時私は死体を保管室へ運ばれようとしているのは私なのだと理解できました。一人の病院スタッフが私の妻を慰めており、その保管室に彼女を入れさせないようにしていました。私の妻の前にある扉が閉められ、私の死体の置かれている担架は すでにその保管室の中にあり、ありました。私を運んできた、えー、雑液婦たちはや看護婦たちは、その場を去り始めました。私はこのすべてのことを見たとき、衝撃を感じ、すぐに私の体の中に入りました。その瞬間、私は風が吹くのを感じました。 ものすごい力でした。それは勢いよく吹いて扉を開けました。その力で扉の蝶つがいが壊れ、それは床の上に落ちました。私の体の乗せてあった手押し車は、その力で死体保管所から押し出されました。このあと私は体を起こしました。私がその手押し車の上で座ると、 私の上半身の上にあった布が落ちました病院の雑液譜は壁に沿って体を滑らせ倒れました看護師も同様でした二人とも怯えた状態で床の上に横たわりました別の看護師が入ってきて私が入っているのを見るとショック状態になりました私は動きたくても動けませんでした 私の体が反応しなかったのです。それから私は祈り始めました。私の感覚が正常に戻りつつあったからです。私は主に呼ばわり始めました。私が祈り終えるとエネルギーの大いなる敬中を感じました。私は頭から足まで温かいものと大きな力とを感じました。私は精霊に導かれるまま、 医師たちのいる部屋の方へ歩き始めました。以前私は警察官として何度もそこに行ったことがあったので、その病院内の配置はよく分かっていました。私の妻は、主が私をよみがえらせてくださったことで、ひざまずい,ひざまずいて、主に感謝をささげました。彼女は我に帰ると、裸の私に追いをかけようとして、私を追いかけてきました。 私が歩き続けていると病院のスタッフが皆あちこちで悲鳴をあげました倒れた人たちもいました病院の中に閉じこもった人たちもいましたちょうど私が医師たちのラウンジに近づこうとしていた時私の妻が私に追いつき私の体に布を巻きつけましたその後私は服を着ました私の妻が車を呼び 私たた。ちは家に帰りました、えー、こういう証ですねこういう証です、えー。これはウクライナのお巡りさんの証ですね、えーあの。天国にですね、立方体の都があるというところが出てきましたけど、まあ、実はですね、聖書にもそのことが書いてあるんですよ。 聖書にですねあの天国の中に立方体の都があると書いたんですねル子さん細かい描写はですねリアルな感じですはいその箇所ちょっと見てみましょうかね黙示録のね黙示録の21のですね、えー、16節にこうあります都は四角で その長さと幅とは同じである。彼がその竿で都を測ると1万2千スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。とありますね。ですから天国に立方体の、えー、都があって1万2千スタディオン。これはどのくらいかというとですね。 えっと1スタディオンは185メートルですから、1万ということは、どのくらいえー、っと、10、100、っていうことは、うん ?10 キロ、10キロ、20キロ、30キロ、ん ?10 キロ、 20キロ、10キロ20キロ、200キロ、400キロぐらい、<laughs> 400キロぐらいの立方体、400キロっていうと結構大きな、大きな都ですよね。400キロ東東京東京と 大阪を一辺とした立方体結構大きな都ですねそういう都が天国にあるわけですねすごいですね姉さん、えー、もう本当にたくさんの天国の証しがあります、えー、今読んだところもですねあの、えーと 共通点がたくさんありますね、共通点。えっ、ー、とですね、金でできている、金でできている道とか、それから、えー、門天国の門には真珠でできているとか、これもですね、あの聖書に書いてあるんですよ、皆さん、本当に。聖書に書いてあるんです。 そして影がないとかね影がないとかそれからあと何があったかなこれあの足を地面に触れずに移動したってすごいね足をこう地面に触れないで移動したそれからあの地球がどんどん小さくなってものすごい時間で遠くに,遠くにある天国に行くという あの天国がですねなんか宇宙の宇宙のこう上にあるという宇宙のこう大きな宇宙のてっぺんにあるとかいう証しもありますサラさん、えー、風も治り無事に元気になりました、あよかったですね、アメンはい、皆さんどうでしたか、えー、しばらくですねあの天国シリーズをやっていこうかなと思っておりますが。まあ あの本当に天国があるんだ、本当に天国ってあるんだということを皆さんにですね、もういろんな人の証を通して、いろんな人の証を通して皆さんにですね、天国が本当に現実なんだということをですね、知ってもらえたらと思います。えっと、それではですね、角部行きましょう、角部ね。えー 天国は本当にあるつノ部。天国は本当にあるつノ部。<noise> アメーン、アメーン、アメーン。はい。 それでは明かしいきましょう。皆さん思いっきり明かししてくださいね。はい。えー、イエス様を信じて、イエス様を信じて、本当の希望は天国だということが分かった明かし人生の本当の希望は天国に行くことであって、天国,天国以外に希望がないということが分かった。この,この,世,にこの世には天希望がない。この世には希望がない。 天国にだけ永遠の天国が、永遠の天国が、えー、私たちの、えー、希望だということが分かったかし、スタート、スタート、スタート。 天国の話に感動して心がブルブルと震えた。菊池さん、この放送で神様を信じればすぐ近くに天国があるんだと、駅のホームがで気がついた。エンジェルさん、天国はあると思った。天国は一度来たら戻りたくないほど素晴らしいところだと分かった。 今は成功できていないけど、天国はすぐそこにあるので、とても楽しみである。天国の話を聞いて幸せな気持ちになれました。ラドウィブさん、ニコナマへの依存をやめます。やめますか <laughs> やめますかニコナマに依存しているわけではないんですよ。 立方体の都に住んで立方体を円錐に変えたいと思った天国行きの判決が出るように頑張ろうと思った天国の存在を知ってから嘘をつかなくなりました天国でも金とか真珠とかあることが分かったエンジェルさん天国を身近に感じるようになった 日本社会は地獄だと思うエンジェルさん、天国に豪邸を作りたいと思ったニャックさん、もっと天国話を聞きたいと思いましたリョウゴさん、油そぎで天国の前触れを感じます。アメン このと君の天国は本当にあるを読んでいた。この放送で天国を信じてみようかなと思えてきた。以前は天国なんて信じなかったけど、今、油ぎと電動のジョイスさん、こんばんは。この天国の話を聞くたびに行くのが楽しみになりました。 天国でイエス様に会いたいです、セ子コさん。 天国に行くために何を始めたらいいですかそうですね。えー、イエス様を信じてですね、イエス様の教えを学んでください。りょうごさん、夜勤行ってきます。アーメン、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。天国行きの高速バ,ク高速バスに乗りたいです。 天国でキューチャーに会っても気づいてくれなさいや大丈夫ですよきっとえー、っと高岡さん私はイスラム教なのですが LTL でクリスチャンになるために宣伝をしたくてしてくださいますかいいですよどうぞ連絡ください 天国行きの電車に飛び乗りたいお話を聞いて天国に行きたいです天国に行きたいので悪くめやめますイエス様を信じたら統合視聴者を直りました今日の配信本当に心が震えます 天国には食べ物たくさん,あるんですかいやーもうものすごくもう食べたことこの地上で食べたことがないようなおいしいものがたくさんあ,るありますよまあ食べることが大事なんではないんですけどもう,もう食べたことがないようなもの飲んだことがないような飲み物見たことがないようなものがたくさんありますもうこの地上で見たことがない素晴らしい美しいもの 素晴らしいものがたくさん見られますこのボスを見始めて鬱が良くなりました信仰より天国に行くことが目標なのですかあの信仰によって天国に行けるんですね信仰がないと天国に行けないんです 信仰によって初めて天国に行けるんですね。天国は神の愛で満ちているんでしょうね。もちろんですよ。もう、もう神の愛がですね、ものすごくもう濃厚です。濃厚ですね。天国にお酒やタバコはないのですかわかりません、えー。天国にお酒があるかどうかわかりませんが、まあ、この地上のお酒とはちょっと違うんじゃないかと思うんですが。が あ,あ、天国って素敵なところなんだと思ったよ。この放送は天国への階段だと思いました。 この放送で思わず「わお」と言えました「天国から地獄見えますか?」多分見えないと思いますね多分地獄は見えないんじゃないかなと思います 重荷を捨てて一人で天国に行きたいなアメン今日もあなたに会えて幸せですアメン天国に行くことが偶像化してませんか天国が偶像化うん 天国が偶像,、ね、あの偶像っていうのはこの世のものですから天国のものは偶像にならないと思いますね。にゃおこさん、天国に行くのが楽しみです。アメン、えー、にゃおこさん、救われるとこの世には希望がない。サタンのものと分かりました。アメン にこさん今日は油すぎがすごいです。ハレリア、アメン。今日は油すぎがすごい。天国でキュウちゃんに会ったらどうしたらいいんですかいや、喜び合いましょう。ね、天国で会って、喜び合いましょう。 今日の話を聞いて、キューブ天国に行こうと思った <laughs>。まあ、立法体のことをキューブって言いますからね。キューブ天国、いいですね。キューブ天国。 天国では何語を喋りますかうん、どうなのかな天国何語でしょうかね天国語があるんでしょうか絶対に天国に行きたい、エンジェルさんアメン絶対天国に行きましょう、ね、信仰コしっかり持って信仰コ、えーシカリモッテ確実に 確実に天国に行きましょう。にゃおこさん、天国でみんなで賛美したいです。賛美感があるとか、そうですね。天国には賛美感という建物がありますね。天国では働かなくていいんだよ。もちろんですよ。もちろん天国ではもう仕事ないですよ。 高岡さん、私はいつも風呂屋で天国希望を味わっています。ねむさん、こんばんは。「旧牧師は天国行き確定ですかうらやましいです。えー、命の命の書に名前が記されている人は天国に行けるんですね。命の書に名前が記されているかどうかです。はい、ありがとうございました。 しありがとうございましたアメンそれではですね、えー、それでは、えー、ファイナルメッセージファイナルメッセージ皆さんどんなにこの世界でですね成功してもどんなにお金持ちになっても地獄行ったらダメなんです、えー、地獄で永遠で苦しんでどうするんですかキュウちゃんは 私も天国に行きたいです、サラさん。皆さん、自国に行ったらですね、もう、それこそ、不幸なんですね。本当の不幸。本当の不幸は、自国に行くことなんですね。そして、多くの人は、自国に行ってしまうんです。だから、ぜひ皆さん、えー、自国に行かないで、天国に行きましょう。えー、天国自国に行かないで、天国に行きましょう。 誰でもイエスキー人を信じてイエスキー人を信じて歩むならば天国行けるんです一緒に天国に行きましょうね天国に行けば大成功天国に行けば大成功ですなおかつ天の宝を貯めましょう天ピーね天ピーっていうのは天国ポイントですよ皆さん天国ポイント貯めましょうまあこの放送に来たら 天日たまりますよ、皆さん。天国放送に来るだけで天国ポイントたまります、えー。天日をためて天国に行きましょう。天日をためて天国に行きましょう。ね。時刻に行ってはいけません。時刻に行ってはいけません。えー、天国に行きましょう。それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて。 ああ、本当に天国ありそうだな。こんなに証がある。こんなに証言がある。もしかしたら、旧牧師の言ってるように、天国があるかもしれない。むむ。もう、あるなら、行かなきゃ。えー、自国に行きたくない。自国に行きたくない。天国に行きたい。天国があるなら、もう、絶対天国に行きたい。イエスキートを信じて。 罪を許してもらって、永遠の命をもらって、永遠の命をもらって天国に行きたい。そう思う方、アメンと言ってください。アメン。天国に行きたい方、もう地獄なんか、まっぴらごめん。まっぴらごめん。火の池なんか、まっぴらごめん。永遠の拷問なんて、まっぴらごめん。もう天国に行くんだ。パラダイスに行くんだ。死もない。 病気も、病気も怪我もない。もう老化もない。もう永遠の命。永遠の、永遠のパラダイス。永遠の美しい世界。ゴミが、ゴミが一つもない。もう本当にトイレもない。トイレがないってすごいね。トイレがない。もう嫌なことが全くない素晴らしい世界に行きたい。 水の中でも、水の中でも息ができて、水の中でも会話ができる、ものすごい、水から出ても濡れていないという、驚くべき天国。驚くべき天国。永遠の、永遠の命のある天国。そこに行きたいという人、アメン、アメン、アメン。 アメンいやトイレがないっていうのはトイレに行かなくてもいいっていうことですよ <laughs> トイレがトイレがトイレがないっていのは外でしなさいっていう意味じゃなくてあのトイレに行く必要がないんですいいでしょ皆さんもうねあのトイレ行かないっていいと思いませんかね天国にねトイレがないっていうのはまあ 天国らしい感じがしますね。はい。天のお父さんは感謝します。以前は私たちは天,皇が天国が漠然だ、漠然に思っていましたけど、このように本当に天国に行く人がたくさんいて、その天国行った人の証を聞いて、本当に天国があるんだと。本当に天国があると確信してきました。今、アメンと言った方々が、 イエスキーと信じて、天国に行けるように導いてください。地獄には行きたくありません。地獄には行きたくありません。もう、永遠の拷問、永遠の刑罰、永遠のうじ、うじ、うじが体中についているうじ。もう、痛みと、痛みと苦しみで、痛みと悲しみ、絶望の地獄は行きたくありません。 どうぞ、アメンといった方々が天国に行けますように、天国に行けますように、天国に行けますように導いてください。イエス様感謝します。どうぞ、私たちはこの地上でどんな生活するかわかりません。いろんなことがあるかもしれません。しかし、天国に行きたいのです。イエスキー人を信じて天国に行きたいのです。一人でも多くの人が、一人でも多くの人が救われて天国に行きますように。 イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 ありがとうございました。また明日の朝7時にお会いしましょう。シャローン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 ,ローン西城さん、アーメン